皆さんこんばんは、キスケです。今回は時飛ばし合体戦士パーティーを使っていこうかなと思います。まあ前まではリミテッドの17号をリーダー枠にして合体戦士で染めてあげるっていうパーティーがかなり強かったんですけど、ヒットと組み合わせたらどうなるんだと。まあシンプルにヒットはアタッカーとしてのレベルがすごく高いキャラクターなんですよね。超火力出るしクリティカルもあるし、で何にしろ時飛ばしがあるんでね、ワンチャンっていうか大体1体吹っ飛ばせるぐらいの、火力は持ってるんですよ。だからそう考えると、そこにウルトラゴジータブルーが加わるって考えるとちょっとね、戦いたくなさすぎひんということで、まあ、実際に使っていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしましたということなんですが、これリーダー枠の悟空出てこないっすよね。さすがに最後尾に悟空ベジータ4がいるんで、なかなかいい凸した。で黄色紫っていう感じじゃないですよねリーダー枠クソもったいねえやろこれまあおめえがいいならいいけどよ。さあ対戦お願いします。このパーティーしかも特殊カバチェン、打撃射撃両方を弾いてくれるキャラクター2体いるし、かなり厄介だと思うんだけどな。お願いします。 OK、 それはありがたい。ナイス、美味しいです。はい、必殺圧、あざす。ヒットで殴っちゃえばいいのよ、強っ。しかも時飛ばしがあるんでね、それがやばいんだよな、ぶっちゃけると。はい、来ないか、残念。まあこれは有利属性に変えたと思ったけど、 OK、 チェンジアビリティ使ってこないね。どうしたんだ。あー、打撃アン振ろうと思ったけど、なんでラッキーすぎひん。はい、なんじゃそりゃうまおい、情緒がすげえことになっちまうなこれ。ぐっちゃぐちゃよ。はい、さあもうそろそろ時飛ばしが使えますね。なワンチャン耐えそうやけどな、そんなに早くライジング打ったら。まあでもゴッドツなんだよな俺のベジット。ああ、お疲れさんお疲れさん、マジで。オーケー、なんでキャラチェンしないんだこいつ、よくわかんねえな。オーケー、はい、おー、なるほど、時飛ばしこれがやべえ、マジで救出が意味をなさない。だこう考えるとマジ強くない、ヒットで1体を持っていけるって考えれるんすよ、やばいよな。はい、さよなら。マジやべえ、ガチやんこのキャラ。特殊アーツがちょっと長いのがたまに傷やけど、通常で返して、はいはい、なるほど。まあこれはちょっとミスったな。いやーこれ救急カーズで死ぬねマジもったいね。まあヒットになんとかしてもらおう。おー、耐えんのかい、すげえな、あざす。相手バニシングないんでね、これで勝ちやね。 OK、 あざした。さあマッチングしました。 GT パーティー対戦やっていきましょう。うわ、貫突極ベジ4、怖っ。かっけえな、やっぱ貫突って。思わん、貫突めちゃくちゃかっこいいね。始めるか、甲府三四郎。さあOK、 ナイス。はい、危な。おお、もう使うマジ早いね。それはそれでありがたいけど、通常で返して、はい、オッケー、ナイス。
いやー、ヒットね、クリティカル発生率高いんでかなり火力稼げるんだよな序盤から。なんで外れんだこれ、マジつれ。入る。あー、ちょっとミスったわ。入る。あー、さすがにね、これはちょっともったいないことした。さあ溜まったぞ。これであとバニ出すだけで時止めで誰か落とせると思います。ラッキー。まあこのままちょっとね、気力普通に2段階貯めちゃってるんだよなよくないよな。お、2回目、マジ早いね。あざっす。はい、あざっす。いやー、これ救急ガーツ使わんかったもったいなかったか。どうだ、落ちひんかな。あー、でもまあいい火力やわ、悪くない。あざっすウーマです。ウーマウーマウーマです。ウーマです。さらにウーマです。まあヒット1体で落としたから、1体じゃないな、ヒットとドラゴンボール7つを犠牲に落としたから、まあまあまあちゃんと仕事したと許してやろう。しかもこれヒットで倒したからドラゴンボール覇気ついてるんですよね、やばくない。はい、ラッキー。あざした。ヒット強いなやっぱ。さあマッチングしましたということで、青紫染めパーティー、いやーなかなかいいパーティー使ってますね。いやらしいパーティーっすよ。まあ速攻でウルトラゴジータのライジングラッシュで飛ばせれば美味しいなっていう感じはするんですが、お願いします。合わせて OK、ギリ間に合う、覚悟しな。ドーン、悪くないね。おーおお、遠距離打撃かっけえ。男前か、ナイス。しっかりと外していく。はい、さすがに無理か。まあワンチャンここも外してもよかったけどね。打撃キャン勝っていく。ウーマです。おいしい。これザマス出てきてくれたらゴジータブルーに変えて気力50回復して殴っていこう。これね、いやー気力回復マジ強え。これドロソクダウンついてるんで、まあ、コンボはつながらない。はい、ターゴ OK。 あーごめん、すまん、ソーリーメン OK。 まだユニークゲージマックスなってないなこれ、まだっすね。もうちょい、あと2カウントぐらいでたまる。はい、あざっす。いやこれ間に合わんかも、ごめん。はい、ちょうどいいタイミングで手札発揮されちゃった。いやクリティカル発生してるよ。いやーでもまあ十分か、ぶっちゃけ。うわ中距離打撃上等マン、うん、オッケー、それはありがたい。いやでも究極アーツ、いやもっと凸が高ければね、俺のヒットがちょっともったいないよな。さあメインアビリティ、オッケー。あーもったいねこれはライジングラッシュか。あーでもドラゴンボール、あーあラッキーマジか、ドラゴンボール覇気ありがたいな。え、ライジングラッシュ溜まってなかったんかな、ちょっと怪しいね。まあでも何にしろラッキーやわ。感謝感謝感激。通常 OK。 はい、ユニークゲージやっぱ2周はたまるねこれ。あざっす。はい、防いでみろ。この必殺圧マジでかっこいいわ、強えし。
メインアビリティ、打撃圧は使わないか。 OK。 あーマジで下手くそすぎ。あざっす。いやーユニークゲージ溜まってないか。あぶね。あーもう最悪。うんかすマジで。マジでもったいねえ。何やってんだよ。ただ皆さん落ち込んでばかりはいられない。時飛ばしメーターは溜まってます。そこに注目してください。安心してください。特殊アーツも手札にあります。安心してください皆さん。はいはい。マジか。もったいねー。マジっすか。やっちゃったねこれ。最悪や。マジでやらかした。もったいなすぎ。もう3周目はないわこれ。バカチンだな。この必殺圧マジじわじわくるよな。ゆらゆらゆら、ゆら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 、僕の心をくるる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 。いやーこれバニシング回復どうしよう。まあでも究極アーツで落とした方が賢いか。踏ん張りまだついてるんでね。ザマス綺麗さっぱりぶった切ってやるぜ。 OK。 バニシング回復ちょっともったいないけどね。ダメか。ただバニシングは削った。さあどうする。さすがに全部つながるよなこれ。ただ落ちないな。意外と硬いっすね。ラッキー。ああごめん違う。今のはね打撃アーツ押そうとしてミスったわ。まあでもバニシングないんでね。どっちにしろ相手これ時間稼いで時飛ばし3周目ワンチャンあるんじゃない。これワンチャンオッケー。いやーいい火力。特殊圧もあ特殊圧もしっかり引いていくって言おうとしたら消えていく。遠距離打撃あ溜まってるやん。やっぱすげえな。あざっす。これは勝ちでしょう。さあうんーいいクリティカルマジで。あざした。この戦いを超えて俺はさらに強くなる。さあマッチングしました。宇宙代表パーティー対戦やっていきましょう。初めて当たったかも宇宙代表パーティー。普通に強いと思うんだよな。一丁いくか。対戦お願いします。OK。 特殊圧はい通常で返してタックルいくか。ナイス。普通に火力取れると思います。なんで外れんだ。なんで外れんだ。 OK。 マジ謎なんやけど。中距離打撃今の射撃圧見てからじゃないやろ。確実に遠距離だけそうだよな。いやマジだる。OK。中継だけしてこいよおら。マジでしてきたやん。ちょ最速うぜ。打撃圧あざっす。まあでもこれ
必殺アーツの火力 50% カットなんで、あんまり入らないんじゃない？結構入る、結構入るね。打撃上がっていく、しっかり外されていく。はい、単発で釣るか、あざっす。特殊圧持ちすぎ、怖いな。通常で返して、これ特殊圧来るよね、手元に。はい、あざっす。これはおしまいなんじゃないか。あー、でもメインアビリティ封じられちゃった。最悪、やらかしたかも。これ落ちないよな、しかも踏ん張り。あー、そうだよな、残念だ。オッケー、カウンター。はい、あざすー。ラッキー、美味しい、その予約圧は。さあどうする。あ、めんどくせえこいつの立ち回り、マジで。すげえめんどくせえよ。打撃圧の魔術師か君、もしかして。もしかしてだけど、もしかしてだけど、それ手をいらを誘ってるんじゃないの。さあこれ2回目の時飛ばし視野に入れれるね。片付けてやる。どんぐらい入るかな、クリティカル発生してないなこれ。一応メインアビリティ使うだけで。キモいなこいつマジで。ごめんみんな、素直な俺が出ちゃったわ。キモくねこいつの立ち回り。マジな話、なんだこいつ。回避せえへんからもう即撃っちゃえ、ほら。あざっす、お疲れじゃん。はい、これは時飛ばし、オッケー、これで勝ちやね。あ、あざした。おお、すげえかっけえ。任務完了だ。はい、皆さんお疲れ様でした。ということでいかがだったでしょうか。まあヒットを採用した合体戦士パーティーだったんですけど、やっぱ強いね。時飛ばしでワンチャン1体持っていける、だいたい1体持っていける、もしくは、体力半分以上は削ってくれるっていう、かなりダメージソースになってくれるキャラクターなんで、そこにウルトラゴジータブルーが組み合わさればそりゃ強えよっていう感じでしたね。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。